それではお時間が終わりましたので、子ども被災者法、支援法、基本方針案の説明会を開催いたします。よろしくお願いします。本日は会場の都合上お配りしていると思いますけれども、お手元の方にございますでしょうか。なければ、申し上げれば、ございますか。はい。わかりました。本日は私、復興庁政策調査官の阿部が司会を務めていただきます。よろしくお願いします。復興庁統括官の伊藤でございます。同じく参事官の佐藤でございます。佐藤です。よろしくお願いします。同じく企画官の金沢でございます。同じく参事官付き副佐の西尾でございます。西尾でございます。それでは、主催者からのご挨拶をさせていただきます。副大臣、お願いします。復興副大臣の浜田でございます。本日は、お忙しい中、また朝早くからお集まりたまりまして、心より御礼申し上げたいと思います。本日は、いわゆる子ども被災者支援法の基本方針につきまして、皆様のご意見をお伺いする会でございますけれども、そのお伺いする前に、まず私の方から少しお話をさせていただきたいと思います。まずこの基本方針、法制校から1年も経って策定されていない多くの方々からお叱りをいただきました。訴訟の提起もいただきました。昨年末に政権再交代で復興副大臣を拝命し、私なりに全力を尽くしてきたつもりでございますが、その時期になったことについては2つの理由がございます。第一には、基本方針の必須記載事項であります被災者生活支援施策をまとめるには、ある程度の予算の裏打ちが必要であるがゆえに、8月末の概算要求のタイミングに合わせざるを得なかったということ。ちなみに3月15日にこの基本方針に先立ってまとめました被災者生活支援パッケージで、母子避難者の高速道路無償化を盛り込むことができましたのは、政権再交代で組み直した本年度予算の社会資本整備交付金に予算計上をできたからだったわけでもございます。第二に、この法律は議員立法であるがゆえに、不正用な部分が数多く組んでいるということでございます。もともとの自民党案や民主党案やその他の政党の案文を足しているものですから、例えば放射線量の一定の基準という言葉、僕が第1条の被災者の定義、第8条の支援対象地域のところ、さらには第13条の健康影響調査で出てきますが、この3つが同じとも違うとも条文上規定されておりません。普通の内閣提出の法案であれば、同じなら以下同じと規定いたします。違うんであれば用語を変えるというのが私の経験から通例であると思いますが、そうなってはいません。一昨日福島でもこのような意見交換会を開かせていただきました。そこでともすると、意見が皆様とこちら側で噛み合わなかった大きな理由に、議論している一定の基準が何条の一定の基準か認識が一致していなかったのではないかと私は思いました。我々としましては、この3つの一定の基準のうち、第8条の支援対象地域が一番内側の領域を規定していると、こう考えております。さらに条文だけではなく、この条文とこの議員立法の提案者の答弁にも不正用の部分がございました。例えば、支援対象地域は条文上は空間放射線量だけで選定される、こういうふうに規定されておりますけれども、提案者の国会の委員会の答弁では、諸事情を総合的に勘案して選定と答弁されております。昨年末に復興副大臣としてこの作業を引き継ぎまして、この条文の
分離解釈だけでは基本方針は策定できないと思いました。そこで法律の体系、条文、答弁、そして我々が今まで伺ってまいりました被災者の方々、自治体の方々、それを支援されている方々のご意見を総合的に踏まえて今日提出させていただきました原案を作ってきた次第でございます。この被災者の方々の意見の反映につきましても十分にされていないというご批判もいただきました。しかし後ほど担当者から言及があると思いますが、復興庁の職員が被災者支援団体等の要請に応じて意見を伺いに出席させていただいた会合は記録があるだけで45回もございます。復興庁主体でないというご批判もございますが、私は意見をお伺いするには復興庁主体も被災者団体主体もないと思っております。東京だけではなく福島は当然自主避難者の方々が多い山形、新潟、茨城、名古屋、大阪、東京、福岡まで参加させていただきました。よって私としては、被災者の方のご意見を踏まえてこなかったとは思っておりません。私自身、復興大臣を拝命いたしまして、2月に福島で、ジャニックさん、国際協力 NGO センターの福島の先があるようでございますが、こちらで2回にわたり意見交換をさせていただきました。また4月には福島復興局で意見交換をさせていただきました。そこでのご意見も踏まえ、母子避難者の高速道路無料化を実現したほか、今回福島県外での自然再建活動移動教室を織り込んだほか、被爆線量把握とか健康管理調査が今までは福島県内の方々にとどまっておりました。それを県外に開くということも今回盛り込ませていただきました。そのどういう医療を支援していくのかと、その検討のスタートも案文を見ていただきましたら記載させていただきました。さらには住居が不安だというご意見もいただきまして、住所内地の方々の避難先での公営住宅入居支援も今回盛り込ませていただきました。そういう一つ一つも今まで伺ってまいりました意見を盛り込んだつもりでございます。さらに5月には横浜の福島カフェでは小さなお子さんお二人とともにいわき市から避難されてきたお母さんのご意見をいただきました。そのお母様からは地元の情報が欲しいんだけれども地元の自治体から情報をなんといただくと帰ってこいと言われそうでなんとなく嫌なんです、こういうご意見をいただきました。よって今回 NPO の方々に情報提供とか相談をいただくという新たな施策も今年度からスタートするというのでそれも盛り込ませていただきました。これらは一例でございます。施策を盛り込む上では各省庁から実はいろんな反対とか、また言いませんけれども、これはもう打ち切りたいという意見もありましたけれども、それぞれ何とかということで、どこまでやっと来たのかという思いでございます。最後に申し上げておきます。本日の意見を踏まえ、本日提示いたしました基本方針の原案に必要な修正を行う用意は私にはありますが、この原案を撤回するという考えは私の今の私にはありません。一昨日の福島の会合でそんなことを詳細方がおられましたので最初にお伝えしておきたいと思います。我々は皆様のご意見を踏まえさらに具体的な施策の拡充に取り組みたいと考えております。手続き論に終始せずに建設的なご意見を皆様にお願いし、少し長くなりましたが私の思いを挨拶に帰って述べさせていただきました。本日はどうかよろしくお願い申し上げます。副大臣ありがとうございました。
本日の説明会でございますが、まずは復興庁より、基本方針案の概要と、主な質問の回答を、説明していきまして、その後にご意見を頂戴いただければと思います。時間配分としまして、まずは政府側の説明として30分をいただきまして、その後皆様のご意見をいただく時間を90分を見て考えております。それではまず、基本方針案の考え方と、個別施策の、について、金沢よりご説明を差し上げます。金沢さん、お願いします。副校長の金沢でございます。よろしくお願いします。座って失礼します。お手元資料の中に、カラフリーの2枚もの、横のですね、2枚ものが入っているかと思います。これに基づいて、説明させていただきたいと思います。子ども被災者支援法の基本方針は、法律に基づきまして大きく3点、記載することとなっております。1点目が1番目の施策推進の基本的方向性、それから2点目の支援対象地域に関する事項、3点目が施策の基本的事項という構成になっております。まず1点目の基本的方向性ですけれども、放射線による健康不安を感じておられる被災者の方、あるいはそれに伴って生活上の負担が生じておられる被災者の方に対し、基本方針に基づく支援によりまして、安心して生活いただけるようにするということが基本的に起こっているございます。それに基づきまして、2、3の対象地域、あるいは個別の施策を定めました。支援対象地域は2階建ての構成を取りました。まず法律の第8条に基づく支援対象地域は、原発事故発生後、相当な線量が広がっていた福島県中通り、浜通り、避難指示区域等を除くということに設定いたしました。その上で、準支援対象地域といたしまして、支援対象地域以外、その外にですね、高等副大臣からもございました、子ども法の13条、健康管理の関係の施策も含めまして、より広い地域で実施するために、施策ごとの趣旨目的に応じて、準支援対象地域を定めるということにしております。イメージ図ですが、右側の地図で、ピンクのところが支援対象地域、その外に施策ごとに異なる準支援対象地域ということになっております。それで別の資料になるんですが、左上に調整中というふうに書いてあります、施策取りまとめ案という資料が別途ございます。横の資料です。で、一例を申し上げますと、ページめくっていただきまして、1ページ目ですけれども、例えば、1汚染状況調査ということで、放射線モニタリングの項目がございますが、右側に行きまして、対象地域、これが今申し上げた支援対象地域と準支援対象地域、両方含むんですけれども、これでこの地域で実際に施策が行われるということでございます。ですので、この施策については、福島県および近隣県という対象のエリアになっております。以下、同じように対象地域を列記しております。このような対象地域の定め方をいたしました。元の資料に戻っていただきまして、施策の基本 3点目の施策の基本的事項に関するものでございます。3月に、原発事故によって被災された被災者支援パッケージというのを基本方針の策定を待つことなく、基本試案の策定を待つことなく策定いたしました。これに90項目以上の施策を含みますが、する施策の例ということで、大きく6点、これはこれまでの打ったものでございます。1点目、左側ですが、一番及ぼのだった、これまでの福島県民を対象とした輝く線量等の調査のほかに、その近隣県における個人権を含めた健康管理に関する支援のあり方を検討するための有識者会を検討。開催する予定でございます。その下、民間団体を活用した被災者支援の拡充ことで、福島県から、あるいは福島県以外の方も含みますが、福島県から県外で避難した被災者の方に対し、その避難先で孤立しているとか情報がないとか、いろいろな声をいただきました。
こういったニーズにでの情報提供、あるいは避難元に関する情報提供、あるいは避難を協力をいただいて実施するというものでございます。その下、住宅に関する支援でございます。借上住宅の共有間を全国で2021年3月末まで延長する、支援対象地域に居住していた方、こういった方が避難された場合にその先での公営住宅への入居面活動を支援することを検討しております。右側に移っていただきまして、11県群馬埼玉県を推移して、充実しております。最後に就労支援の拡充について決めた一定の基準についてでございますが、仙台所地域を相当な占領としたんですけれども、この相当な占領、これは具体的にどういう意味があるのかということでございますが、基本法コミュニティを分断してはならない、区域を地域の実情に合わせて決めなければまた人々を引き裂いてしまう、支援対象地域の設定の基準は多様な事業を総合的に勘案して決めていく必要があるなどの答弁が法案提出者からなされておりまして、立法時単に占領だけで支援対象地域を定めるということが想定されていたとは言えないと思っております。それから法第1条では放射線量による健康不安の解消を目的としておりますけれども、健康不安を生じさせる理由は様々でございまして、線量のみで機械的にその程度を測ることはできないだろうと思っております。このような国会審議における議論、放射線による被災者の健康不安の解消といった法の趣旨を踏まえますと、一定の基準は空間線量率からの推定値を基本としつつも、被災者の生活圏、その他地域の一体性等も踏まえて決めるべきものであり、相当な占領を一定程度の幅があるべきではないかと考えた次第でございます。そして1ミリシーベルトを基準とするべきではないかといったことも多く寄せられましたけれども、必要な施策を、それを必要とされている被災者の方々に対してしっかりと講じていくことが重要であると考えております。施策の性質に応じて施策の対象とすべき地域は異なってきますし、必ずしも放射線量だけに基づいて施策の対象地域を定めることが全てにおいて適切だとは言えないとも考えております。このため法律に求められる支援対象地域に加えまして、より幅広く支援を行うための準支援対象地域を定め、合わせて各施策の対象地域とすることによって、施策の性質、地域の実情といったものに応じて、必要な施策を幅広く講じていくとしたものでございます。例えば、学校給食の放射性物質検査施策についてみれば、青森県から長野県まで11県を支援の対象としておりますけれども、これは空間線量率で言えば1ミリシーベルト年間の地域よりも広い地域を対象としているものでございます。それから被災者の意見を聞く機会が不十分である、全国各地で公聴会をすべきではないか、そういったお話もございました。基本方針案に対する説明会を9月11日と本日福島県と今日この場で開催をしております。パブリックコメントに加えまして、政府主催説明会を2回開催する、それから先ほど副大臣からの挨拶でもありましたように、主催に関わらず、意見も聞いております。そして、基本方針を作成しようとするときには、法5条において、あらかじめ地域の住民や避難者等の意見を反映させる旨に規定しているけれども、これまで政府主催の説明会は2回しか開催されていない、基本方針はこれらの人の意見を反映したものになっているのかといったような話もございました。福島で出たときは一度も開催されていないじゃないかというようなこともございました。もちろん被災者、この基本方針の策定にあたりまして被災者からご意見を伺うということは大変重要と認識しております。
先ほどの副大臣の挨拶とも、重なってしまいますけれども、被災者の支援団体が開催する会合に福島はもとより関西、中国、九州などの遠隔地も含めて参加しておりますし、個別に被災者支援団体という健康会も実施しており、被災者等からさまざまなご意見も伺っておりました。リフレッシュキャンプ県外でもやるということですね。それと NPO を通じた情報支援の反映といったようなものも具体的に今回の基本方針にその意見を踏まえて盛り込むことといたしましたといったようなことがございますので、ぜひ今日はさまざまなご意見を聞かせていただければと思います。以上、私から福島の時に、よく挙げられていた質問について回答させていただきました。主な質問の回答は以上になります。以上で政府側の説明は終わります。そんなことはよくないよ。はい、ではまずどうしてそんな決め方するんですか。規則発言をやめてください。お願いします。順番に意見を整理してありますので、順番にこの通りでお願いします。では、まずはこの法案の膝の支援対象地域の方からお願いします。では支援対象地域勝手に決めないんですよ。勝手に決めただけだろ、あなた方が。規則発言やめてください。横浜から参りました。菅原君の名前は言い方が悪いよ。やめなさい。横浜から参りました矢野と申します。その区分けでいきますと、福島でもですね、の方は福島のですね、福島の、説明会にも参りまして、その区分けで最後まで発言機会がなかったので申し訳ありませんが、大切貴重な時間を2分だけください。福島の説明会では、全会一致で基本方針を撤回しようという流れになりました。それで私たちはこうやってたった5日ぐらい の, お知らせで説明会を開きましたという言い訳にまた使われてしまいます。私たちは、何度も何度も復興庁の方に意見書、要望書を出してまいりました。それでぜひ本当に当事者の話、被災者の話を聞いてほしいと要望してきました。その要望した会合までもが、住民の方の意見を聞いた、当事者の方の意見を聞いた、45回も聞いたという言い訳にされてしまいました。よもや私たちがお願いしたことが言い訳にされてしまったんです。でこの説明会もですね、福島で本当に一生懸命集まってくれた方が何とか考え直してほしい、みんなの当事者の気持ちをもう一度聞いてほしい、たった5日くらいのインターネットの小さなお知らせではなく紙で書いてみんなに、被災者の方に送って2ヶ月先に説明会があります、意見を聞きますよって、そのぐらいのスパンで考えてご意見を聞いてくださらなかったら皆さんの意見を聞いたことになりません。本当に北海道から山形、新潟、東京、福島はもちろんですけど大阪、九州に至るまで本当にそういう方たちの意見を聞いてほしい。本当に説明会を校長主催で開いてほしい。それでそういうお気持ちが福島からもたくさん出たんですが、今あるかどうかのご質問、それからこの説明会を開きました、政府が復興庁主催で2回説明会を開きましたということで、これを言い訳にされないように、ぜひ生かしていただくようにお気持ちがあるかどうか、その2点お願いいたします。ありがとうございました。続きまして、きちんと1個ずつ答えてください。質疑ですから、一つずつきちんと答えてください。スムーズにしたいので、まずもう一度、2、3質問いただいてから答えてください。どうしてすごいきちんと答えてください。きちんと答えてください。すいません。規則発言やめてください。すいません。これは、すいません。塗り替えてるんじゃありません。時間通りやりますので、お願いします。もう、規則発言、本来になりますので、まずは、では、答えを受けますので、お願いします。守ってください。やめてください。すいません、不当発言されるなら進行はできませんので、すいませんけど、もしよろしければもう一回手を挙げていただけますか。次の一問一答にしてください。答えてください。まず答えるべきじゃないですか。
よろしいでしょうか。お願いします。私は、火災当時、福島県福島市におりまして、火災直後から、新潟県新潟市の方に、避難をしております村上武史と申します。現在は、避難者、新潟市における2000人の避難者のほぼ6割1200名が加盟する避難者の自治会、自治組織の会長さんたちであるとともに、新潟の行政ですとか新潟の NPO レクターと協力して、新潟の被災者の方や避難者の方々の支援活動も行っている支援者であり、避難者の立場の人間です。本日はこういった会の中で今ご参加の皆様も多々ご意見あると思うんですが、私自身は今この支援活動の手を休め、自費で今日新潟からこちらに来ております。ですので、できるだけ建設的なお話をさせていただきたいと思っております。で、今日のお話の中でまず復興大臣の方から新潟でもお話を聞いた、いろんな方のお話を聞いてこの案を作ったということがございますが、実は NPO 団体等の設置した会合で話を聞くということで、そこにどれだけの避難者の当事者の方がいらっしゃったかということが実は非常に問題でして、特に避難者の方ではなくて支援者の方だけの会合などに復興庁の方がよくお見えになっているということは目にしていたんですが、で私新潟市で中心的に支援活動しておりますと、直接復興庁の方が、当事者の方とお話をして意見を聞いたという、ことを聞いたことがございます。ですので、これが、避難者の方の声を聞いて、作られて完全に作られたものであるということには、しかも疑問を覚えますとともに、今、多くの新潟の避難者の方は特に、住宅の問題、これが、今回借り上げ住宅が、来年度末まで延長されているということになっておりますが、子育て世代の方々にとっては、今3年ですとか2年というような更新をしていくことによると、お子さんの就学ですとか、進学に関しての実績が立たない、将来が見えない状態がずっと続いているということで、この住宅問題に関しては、より中長期的な支援体制を早く打ち出していただきたい。そしてあと今回の基本方針案全般によることなんですが、県外に避難した方の、権利を認めるという、尊重するというようなことが、この子ども社会支援法の中に伺っておりますが、極めて県外避難者に対する支援の、メニューが少ないんじゃないかなと考えておりますので、ここに関しては、今、既存に行っているもので、福島県内や被災地にあるもの、これをまたさらに、県外避難者にも、すべかく適用するようにご検討いただければと思います。以上です。ここで一度質問を聞かせていただきます。じゃあ回答の方を、まず一つ目の、矢野様の方の要望にあるかについての見解について、復興庁の方からお願いします。最初のご質問の回答ですけれども、まず公聴会の数が少ない、説明会の数が少ないということでございましたけれども、同時にパブリックコメントを10日間延長し、23日までやっているところでございます。で、パブリックコメントというのは、全国どこからでも簡易に迅速に、ご意見がいただける、公平公正なやり方だと思っておりまして、現在、昨日段階で1300通、かつその中に複数のご意見がありますので、数千の意見というのをお寄せいただいているというのが現状でございます。その上で、福島及び東京において、このようなご説明をさせていただいているということでございます。2点目のご質問、ご意見の点は、これまで基本方針を定めにあたって、十分留意してきたつもりです。被災者のご意見をなるべくお聞きしたいということで、45回、件数だけじゃないんですが、お聞きして、ご指摘の点は、被災者団体に偏って、支援団体に偏ってんじゃないかということでしたけれども、団体の方、かつ、被災者、当事者の方という方も、この中にはだいぶいらっしゃいましたし、まだ被災者ご自身が来られない代わりに、被災者のご意見を書面で持ってきて、それが被災者のご意見であるということで、団体の方から伺った意見も多数ございます。ということで、それなりにでございますけれども、
ご意見を伺ってきたというふうに思っております。それから住宅の話はちょっと後ほど厚労省に、回答していただきますが、県外への施策の適用に関するものでございます。子ども被災者支援法は対象地域にとどまっている方、まあ、離れた方、避難された方、戻ってこられた方、それぞれに、まあ、適切に同じ例だというのではなくて、その被災者の状況、あるいは地域の状況に応じて適切に支援するようにということになっております。その意味で、その避難された方のみに、適用される施策というのもございます。例えばその住宅の話はもちろんとどまっておられる方には、まあ、住宅があるわけですからそれは適用されないわけですし、高速の無料化というのも、まあ、避難された方が前提となっている施策でございます。ということで、まあ、一通り、まあ、あとは重なっている方ですね、とどまっている方と、とどまった、避難された方ともに、同じ、例えば、学校の緊急カウンセラーのような、教育支援のような話は、両方の支援、両方避難された方、残っている方、両方への支援でございますが、そういった施策を盛り込んでいるというふうに考えております。ご質問させていただきますが、今の中で、被災者、自身でなくて支援団体だけという話もいただきましたが、ご存じは今ご質問いただいた方もご自身が被災されていて、でかつ支援をされている結構そういう方多くございまして、私がお聞きした岸村の方も、まあ、この方は岸村 の男性方がおられるんですが、ご家族が京都に避難されています。そういう意味では被災者の方、支援者の方自身が被災者の方も結構多くございます。で自身がお会いした方は横浜の方は、まあお母さんとお子さんでしたけれども、決して支援団体だけじゃなくて、そこで集まってきていただいた方にもお会いしておりますので、被災者には聞いていないわけではございませんので、これはどれぐらいかという話がありますけど、我々としては、今では努力をしていきたいつもりでございます。でもう一つ前の質問をお答え。住宅の関係につきまして、厚生労働省の申し訳、よろしくお願いします。厚生労働省です。名前言ってください。はい、厚生労働省の山田と申します。仮設の、入居期間についてお問い合わせをいただきましたが、少なくとも、ご指摘のとおり来年6月、平成27年3月の、入居期間の延長につきましては、平成27年3月までということを現在書かせております、書いておりますが、それで、なおもですね、仮設に住まわれている方を、例えばその出て行ってくださいということは全くございません。少なくとも皆様がその仮設にやむなく入られているという状況がある限りは仮設の入居というのは可能でございます。新規はどうなるんですか？新規は新規につきましては、福島県と相談させていただきまして、それは終了という取り扱いにさせていただいております。以上じゃないですか。少し復元させていただきますが、まず住宅の借り上げの問題でありますけれども、まあ、今回私が聞いたご意見では、いわゆる借り上げだけでなく、もう少しバリエーションのある住宅施策をしてほしい。特に、すでに帰還される方については、災害公営住宅を作ったり、また、長期避難者については、いわきとかで、長期避難者のための公営住宅も作ります。まあ、それについては、一部、少し安い家賃もいただくことになるんですが、そういうことを踏まえまして、いわゆる公営住宅と従来その方が福島にご自宅を持っておられても、いわゆる住宅困窮者に当たるということを少し考えていただいて、そういう公営住宅を広げていくということをバリエーションにやっていただきました。もう一点、最後にご質問いただいた追加でお声も上がりましたが、借り上げの仮設については新規要求をここをたくさんいただいています。これは福島県との話し合いだと思う。福島県はそれはなかなかまず現状では OK もらえていません。それは福島県と引き続きやらなければ今の段階では盛り込めないという、それについては我々も現段階の案はこうしています。県の方は県としてはやはり帰ってきてほしいという思いなんでしょう。そういうこともありますので、原案の考えはこうなっているという話で、皆様のご要望はここで OK させていただきます。すみません。じゃあ続きまして、千葉県から参りました松本みなりと申します。お話
セルノプイリ法では5ミリシーベルト以上は公正避難の地域、5から1ミリシーベルトの地域は移住の権利がある地域に指定されているとお伺いしたんですけれども、今日本ではその地域にたくさん小さな子どもを抱えて暮らしている方がたくさんいらっしゃると思うんですけれど、今回の基本方針ではそこから無支援の対象に漏れてしまう方がたくさんいて、福島の浜通りと中通りだけの支援策についてが書かれて、千葉県ですとか栃木県ですとかたくさん高い選挙の地域で暮らされている方への支援が全く見えないと思ったんですけれども、住宅支援にしても就職の支援にしても避難されている方が戻るための支援は書かれているんですけれど、今から新たに避難をやっぱりしていきたい、子どもを安全な場所で育てていきたいという方への支援をどう考えられていますか。千葉県松戸市から来ました増田と申します。まず最初にですね、復興副大臣のね、最初の挨拶の中で基本的にこれ変えるつもりがないとおっしゃった、それがそれ自体間違って、そんなこと言ってません。修正はしますけど撤回はしません。理由を教えてください。この辺がちょっとなんか分かりにくかったと思いますね。で私たちの松戸市を含めですね、茨城県南部、千葉県北西部、埼玉県の南東部は放射能のブルームによって汚染され、汚染状況重点調査地域として環境省さんから認められた地域です。ですから、関東のホットスポットであります。で関東のホットスポット、要するに、年次前1ミリシーベルトを超える被ばく量があるということで、大がかりに汚染をした地域なので、そこが支援対象地域から外れる、私たちにとってどこの地域になるか、住民対象地域になるのか、ちょっとその辺も聞きたいところですけれども、それが全くその整合性というのはどういうふうになっているのかということをまず説明していただきたいと思います。それからですね、私たちは被災地に来てヒアリングしてくださいということを何回も言いました。でも、パブリックコメントをしますから、2時の3時間ですけど、パブリックコメントをしますからということで、とうとう返事をいただけず、私たちは交通費をかけて何回も、全部で7回、言ってるんですけれども、結局、私たちが交通費をかけてわざわざ出抜いて、それを意見を聞いたことにされて、もうそんなこと、もっと認められません。もう少し丁寧にやっていただきたい。聞いていただいたということは、それはね、本当に法上からやったことになりません。で今日もですね、この東京の説明会でもう緊急に決まったのであり、パブリックコメントもネット上でしか告知をされておらず、意見募集したことにはなりません。こんなの全然乱暴なやつも全く認められません。ですので、もパブリックコメントも長くしてほしいですし、法上からもっと丁寧にやっていただきたいです。以上です。ありがとうございました。2つの質問をいただきましたが、支援対象地域と、線路関係とメリットの比較の話がございましたけれども、チェルノブイリとそれから日本の状況を比べますと、まず国家体制の違い、社会主義国であるということ、当時ソ連であったということがございますが、それから日本であるということの国家体制の違いがございます。それから1ミリシーベルトから5ミリシーベルトのところでというのがチェルノブイリ法であったとおっしゃいました。それにつきましては、いつの時点で、どの線量を使うのかといったような違いもございます。チェルノブイリの時は、確か事故も発生したとしばらく経ってからの、実行被爆線量でやったのではなかったかと思います。今回は、なるべく発災時に近いところの、どのくらい広がっていたのかということを考えて、検討いたしました。そこで相当の線量ということをやったものでございます。それでこれから避難したい人への支援ということでございますけれども、今回とどまっている人、中通り、浜通りという支援対象地域にとどまっている人、それから移動していった人、自主避難された方、つまり中通り、浜通りからどこか別の地域、福島県内、あるいは福島県外へと移動された方、それから、移動されたけれども戻ってこられる方、そういった方、どういう立場にある方ということを、
これは抜く、これは抜かないとかいうのではなくて、等しく、その支援対象地域に関わらず支援をするということにしておりまして、それで準支援対象地域という概念を設定いたしましたので、そちらでカバーできるのではないかと考えております。で、パブコメの期間も延長したところでございまして、そこについていろいろもっとご意見をいただく、ご意見を、ある方はご意見をいただければと思っております。千葉県におきましても準支援対象地域ということで、最初企画官の金沢から紹介いたしましたけれども、こちらの被災者生活支援施策の推進に関する基本方針に関する取りまとめという旅行の表になった、冊子がございますけれども、この中にですね、番号があって施策名があって、その施策の概要、対象地域といったものが書いてございます。この対象地域で千葉県になっているものが、ここに千葉県が入ってくるというものが松戸でも対象になってくるということになろうかと思います。以上です。こちらの復元させていただきます。まずこの法律とチェルノブイリ法は全く違います。だからチェルノブイリ法でこうですからこうしてくださいというわけでは多分難しいという、今回の基本方針はあくまでも子ども被災者支援法の基本方針なんです。法律の体系を踏み出すことはできません。基本方針では法律に違反しています。してません。この法律はよく読んでいただきたいんですが、支援対象地域は8条にあるんですが、8条は支援対象地域にお住まいの方の支援、9条はそこから移動された方のご支援、10条はそこから戻ってくるための支援、11条はいわゆる避難指示の方のご支援、いわゆる自主避難者の方を支援対象地域にするというのが法律の構成になっています。それ以外に今佐藤参事官から説明ありましたように、とはいっても皆様の一番のご不安は健康だと思います。よく一昨日も福島の方々のご意見賜りました。1ミリシーベルトをというご意見をいただきました。その一番強い根拠は健康の不安、特に松戸の方もありましたけれども、除染がうまくいっているのか、その被爆線量についてやっぱり不安があるんだというご意見いただきました。これは支援対象地域とは別の法律の中では1条であったり13条で規定されている内容なんです。よってこれについては13条や1条の内容はしっかりやっていこうと、今言われたように被爆線量の把握があったり、健康の調査、健康影響調査については福島県内に限らないということを今回踏み出すことによって重層的にやっていくという考えでありますので、チェルノブイリ法とは全く違うという考えをぜひしていただきたい。松本さん、今の回答でよろしいですか。さらといいですか。はい、昨年チェルノブイリに行ってこられた方に直接お話を伺ったんですけれども、現地の病院でお話を伺ったところ、現地 の9割の子どもたちに慢性疾患が見られて、体育の授業も立っていられなくて成り立たないという話を聞いてきた。NHK の教育テレビでも同じような内容をやっていた、その通りのお話を現地で直接聞いてこられた。で、その地域からじゃあ大体どのくらいの線量なんですかってお伺いしたところ、日本から持っていた線量計で 0.2 マイクロシーベルト毎時だったとお伺いしました。やっぱりそのお話を聞いてもちょっともうできるだけ安全な方を取って支援をしていくべきだと思っています。ご不安はよくわかります。ただチェルノブイリの今回の事故の大きな違いは、チェルノブイリの場合は内部被曝がものすごく多かったんですよ。そこで生産された農作物であったりミルクであったり、そういうものを奥さんが摂取されたり、それがあるがゆえに避難をさせないと、強制避難をさせないと被爆が防げれないと。日本の場合は、今回事故があった早い段階から食品についてはかなり規制を進めてまいりましたので、内部の被爆については全然状況が違いますし、そういう意味では状況とこの、
日本というのは単純に比較できないと思います。合わせて今回の基本方針は今言った子ども被災者支援法の基本方針でありますので、確かに生存率の状況については我々も十分いろいろ勉強させていただいて、その経験には学びたいと思いますが、それをそのままこちらに全て盛り込むことは難しいと思います。はい、では続きまして質問を見たいと思います。では後ろの方、今その通りしてください。はい、お願いします。横浜の高畑と申します。今回の基本方針の中ですね、特にこの13項目の、放射線による健康影響への、影響調査、医療の提供等についての、項についてですね、特に問題点というか、いうことをちょっと追及したいと思うんですけれども、今回のこの結果を、この内容を見ますとですね、結局福島県のですね、県内の健康管理調査を継続するということでですね、それ以外のところについては、特に個人モニタリングというようなことが出てますけれども、健康診断ですね、これを行うということについては触れられてないと。で、これはやっぱり非常に問題じゃないかと思うんですけれども、特にやはりもう新聞等でも報道されてますけれども、今その、健康診断の結果ですね、子どもたちの中に甲状腺があるのが、どんどん増えている。8月の時点で、43人とかいうようなことでですね、本当にこれ、この事態をやはりきちっと踏まえたその内容になっているかというと、これはもうその認識のズレがあるんじゃないかと思うんですよね。で、今までの環境省との交渉の中でもですね、この子どもたち その結果についてはその放射能のですね、影響とはまだ言えないという、そういう認識に立って見ておられるというか、そうじゃなくて、やはりもうこれ今起きている事態はですね、本当にこう異常な事態が起きているという、そういう認識に立つならばですね、やはり県外直ちにやっぱりこの健康診断を行うということはやはり入れるべきであると思うんですよね。で、実際に市長さんからもですね、そういう意見書が出てるというのはご存知かと思うんですけれども、今回の結果を見てですね、あるいは私たちのいろんな関東圏でですね、広くこういう要望が出てます。ただ今現在行おうとするとですね、3万円、4万円、保険も利かないという、こういう感じになっているわけですよね。で、行政の方もその指導も全く行われないという現状があるわけですから、やはり希望するすべての人に対してですね、無料でやはり健康診断を行うということをですね、やはり市と行って入れるということをですね、ぜひこの反映させていただきたいし、その点についてぜひご意見を伺いたいと思います。もう一つじゃあ、もう一ついただきます。では女性の方、はい。東京に住んでおります三田と申します。福島の説明会を傍聴させていただきました。先ほどもありましたように、発言する人、発言する人がこんな基本方針案は認められない、なぜ1ミリシーベルトではないの、根拠が不明じゃないか、納得できない、宮城県の南部の方も栃木県北部の方も愛知の方も福島の方もみんなそうおっしゃっていました。で、そのことに関して復興庁の方はきちんと答えていないと思います。法律の数箇所に一定の線量以上という文言があるから、それぞれ違うんだと副大臣おっしゃいました。じゃあそれぞれ違ってもいいので、支援対象地域はこのぐらい、第13条で言っている健康支援を謳っていますよね、一定の線量以上、じゃあそれはどのぐらいで設定されているんでしょうか。一定の基準がそれぞれ違う、それでも結構です。施策ごとにグラデーションをつける、それもいいでしょう。じゃあそれぞれの施策はどういう地域が対象なのということをぜひ示してください。では皆さん各地での傍聴会をやってください。わざわざ札幌からいらっしゃった避難者の方が心を込めてそういうふうにおっしゃいました。それに対してお答えがありませんでした。私も3日前に京都に行ってまいりました。避難者の方に会いました。皆さん復興庁を呼んで
調査の件、環境庁さんお願いいたします。はい、環境省の前山です。先ほど横浜の方からいただきました、健康調査関係について、回答もさせていただきたいと思います。まず1点目です、1つ目ですけれども、福島県の方で、県民健康管理調査の結果がんが認められているということにつきましては、現時点でがんの方が18例ですか。で疑いを含めますと43例出ているということを承知しております。でこれにつきましては、現地で、検討委員会を開かれておりまして、そちらの専門家の、見解といたしましては、例えば、事故直後に起こったものとしては、甲状腺がんというのは、非常にゆっくりと大きくなりますので、大きさから考えていても、事故直後から発生したものとは考えにくいであるとか、そういった根拠のもとに、放射線の影響であるとは考えにくいというふうな見解がなされているというふうに承知しております。ただですね、そういうふうに専門家の、見解を聞いておりますが、検討委員会のもとにですね、そういった甲状腺に関する部会を、設置しまして、そういったことについて政治に今後検討していくというふうに、聞いております。で一方、一方、隣接県における、健康管理調査についてのご質問もあったと思うんですけれども、これまでですみません、まず事実関係を申し上げますと、隣接県におきましては、発災当初、それぞれの県で有識者会議が開催されておりまして、その有識者会議の結果、それぞれの県で健康管理は、必要ないというふうな結果が出ているというふうに聞いております。で一方、国際的な評価といたしましても、例えば今年の、2月に、発表されました WHO の報告書であるとか、少し先に報告はなりますけれども、5月に、報告の総括として出されましたアンスケアの報告等におきましても近年点で発表されない、あそれは発表はまだされてませんけれどもというふうに前を取り出しました。ただ、近年点で、がんが発生する確率は低いというふうに言われております。でただ一方おっしゃられるような要望があることは十分承知しておりますので、今回の基本方針案の方には、近隣県の健康管理につきましては新たに有識者会議を開催いたしまして、福島近隣県を含め、事故後の健康管理の現状や課題を把握いたしまして、今後の支援のあり方を検討させていただきたいというふうに思っております。有識者の意見を聞いてください。有識者の意見、被災者の意見を聞いてください。発言中ですから、すいません、今回答しました。よろしくお願いします。講談会回答中の方も聞いてる方もおられますので、なるべく知ってる間は聞いていただきたいと思います。我々としてはいろんなご意見ありますけれども、多数なり今の通説的な意見をベースに環境省の方で説明していただきました。福島の状況を説明させていただきます。まず子どもたち県当時の18歳以下の方で 3.11 迎えた方については、まず初期値の甲状腺については全員測ろうということで、23年度、24年度、25年度甲状腺検査を始めております。もう今年度で、これも体制についても実施者の方がおられましたので、全47都道府県でその検査が受けられるという体制を取りました。そういう意味では順次まず初期値を測っていただくと、今までの一部データのご紹介もありましたけれども、A、B、C という3段階の評価がなされました。 99% の方は A ですが、 B、C の方もおられても事実です。その方については二次検査に今入っております。つまり水泡という濃泡というものであったり、結節というかしこりが一定の大きさについては B、C ランクになっています。こういう、インフラも全県に全都道府県に広がったこともありますので、今後これをどう広げていくかについては皆様とよりご意見いただきながら考えていきたいと思っていますが、ただ甲状腺のデータについてご不安な方が結構ありましたが、我々といった環境省の方で福島以外の青森、山梨、長崎のデータも取っていただきました。その今言った ABC のこの比率は変わりません。同じなんです。現状ではその中でとりあえず福島の BC の方について今言われましたように、甲状腺がんが見つかったのも事実ですが、よって今、それ以外の山梨や青森や長崎についても同じようにがんが分かるかどうか、今、検査をしていただいています。つまり、こういう若い方での、18歳以下の方々の
甲状腺の調査をこんだけ大規模でやったではないんですよ。そういう意味ではそういうデータを比較しながら体制を取っていきます。もう一点、先ほど女性の方からご質問いただきました。今回の支援対象地域の一定の基準と1条や13条で一定の基準、どういう水準なんだという話もありました。まず最初お話もございましたように、我々は支援対象地域というのは法律の構成上8条、9条、10条、11条を読み比べますと、これは自治避難の方がをまず支援対象地域にすると。しかし皆様のご意見からそれ以外でも、例えば1ミリシーベルトで健康に不安だという心のあるのも事実だと思ってますし、事実女性については空間洗浄1ミリシーベルトについては重点調査地域の形で、先ほどありました千葉の松戸であったり、そういうところも含めて除染が計画として対象に入っております。そういう意味では施策ごとに私は対象は違うと思ってまして、例えば、1ミリシーベルトで対象になる地域も十分準支援対象地域13条やまた1条に入ってくる可能性はあると思ってますし、事実に入っています。除染はそれをこれから議論したいと思っています。ありがとうございました。で続きまして質問、元広域の対応が必要だとか、施策ごとにその線量が変わるはずだとかですね、あるいは区域の問題で分断をしなければしないようにという話をいろいろルール、福島の説明を受けましたけれども、そのどの理由をとっても、この支援対象地域をこの33市町村に限定する根拠は出てこないんですよ。どうしてこの33市町村にこう限定するのか、ね、いうのは理解できません。で逆に言うと、この線量の基準で特に地震避難者をどういう人たちを地震避難者とみなすかについては1ミリシーベルトを基準にするしかないんですよ。だって今東京の線量の限度は1ミリシーベルト、ね、これは事故前もそうですし今もそうですよね。どうして福島の被災者だけが20ミリシーベルトになるんですか。で国民は等しく1ミリシーベルトの以下の環境で生活を続けていくっていう権利があると思います。で、これ1ミリシーベルトを超えたら強制避難させろって言ってるわけじゃないんですよ。で当然帰りたい方もいらっしゃると思います。でその場合には言われやられてるようにね、線量計を配って個人線量をしっかりと測って、で被爆低減策を図るという措置を取ってもらって、しっかりと戻っていただければと思います。ただやはりそういう地域には戻りたくない、そういうところでは子育てができない、子どもたちをそういうところでは遊ばせたくないという方もいて、でそういう方に対してやっぱりね、そういう方でもの意見権利をしっかりと尊重するっていうのがこの支援法の精神だと思います。そういう意味ではもう1ミリシーベルトっていう基準で設定しないと、それ以外に分断を避ける方策はないと思います。だ支援対象地域をしっかりと1ミリシーベルトで、分断について言うと特定避難干渉地点の設定でですね、世帯ごとの設定をして分断を生んだのはその皆さんの方です。政府の側の方です。そうだ。で当事者の声を聞いてちゃんと地域コミュニティがあるんだから、地域コミュニティにまとまった形で指定をしてくださいと、それが分断を生まない方法なんですというふうに何度も何度も地域の方は政府に請願しました。それを無視して個別の世帯ごとの指定をして、でそれで分断を生んだっていうのはあなた方の方です。そうだ。で分断を生まない方法っていうのはいくらでも工夫の余地があります。その地域コミュニティを壊さない形できちんと線量区分けをすればいいだけの話ですので、でそういう意味ではね、きちんとこの、支援対象地域を、基本的には1ミリで、指定しますというふうにまず線量の提示をしていただいて、でその上でね、その人たち、そういった地域から避難されている方のその避難の正当性をきちんと認めていただいた上で必要な支援を行っていく、またその、そろそろですよ。
はい、その協会人の設定についてはね、分断を生まないような形で、それこそその住んでる方の意見をしっかりと聞いた上で、これは工夫の余地はいくらでもあると思います。そうだ、はい、でその点でなぜこの占領基準が具体的な数字が提示できないのか、この 8条の、では占領所地域と占領の関係について復興庁の方から質問ですけども、冒頭から何回もご説明しているんですが、1ミリのエリアに住んでおられる方について健康不安がないと認識している方は全くないんです。そういう方について、答えますので、ですので健康不安はあるという、特に小さいお子さんをお持ちの方についてあるというのは十分認識している、認識した上でどういうふうな法律 の枠組みの中でその支援対象地域を位置づけるかということになると思います。それで本当は支援対象地域っていうのを例えば定めがあって、そんなことで地域あるいは人を定めるっていうのもあると思いますけれども、この法律は法律第8条で支援対象地域という地域を定めた上でそこで人通りの支援をするという構成になっています。でその一定の基準というか支援対象地域を定めるにあたって、私どもが一つ重視したのは、そこでどれくらい不安が生じているというふうに考えるべきかということです。で不安というのは主観的な話ですので、なかなかその東京によっても関西によっても自分は不安だと思われる方はいると思いますけれども、例えば一つのデータとして実施団の数がどのくらいあるのかというのを取ってみました。これは実施団というのは避難せざるを得ないほど不安を感じていると、あるいは実施難したくてもできない、そういう方が潜在的にその後ろにだいぶおられるんじゃないということで、左にすればいいだろう、それは助けやってください。それをデータとして県庁さんに入れていただいて、すみません、はい、集めたところです。そのデータによりますと、福島県中通り浜通りからの被害者の方が全体の9割多く占めておりました。人口比でいうともっと差が広がります。ですのでこの地域については特に強い健康不安が他の地域と区別するほど生じたんではないかという認定をしまして、支援対象地域と定めたわけです。それで、その地域だけに打たれる施策というのはそんなに多くはないんですけれども、そういう地域の決め方をしたわけです。でさらに、8条についてそういう認定をした上で、1条の目的、健康不安の考え方からしても、例えば占領だけでなくてすぐ隣に、近くに福島第一原発があれば不安でしょう、占領が一時的に低くても不安でしょう、あるいはすぐ近くに避難指示区域があれば不安でしょう、こういう要素もあり得ると思いました。いずれにしてもそういうことで、その単純に占領だけで一味で全部バシッと切ってしまうというのは無理があると考えた上で、すみません、今回答中ですのでよろしくお願いします、というふうに考えて支援対象地域を定めて、それでその上に支援対象地域、特にご要望の多かった健康管理に関する部分を中心に施策を完成しているということでございます。すみません、少し復元させていただきますが、まあ、冒頭申し上げましたように、この法律は確かに支援対象地域を一定の基準という放射線量で決めると書いてあるのは事実なんですよ。で、また専門家の後で担当参事官から付け加えて専門的な話をしていただいたと思ってますけども、20ミリシーベルト以下でどの数値がこの敷地があるのかというのを聞いていただきました。これないんですよ、おっしゃったように、いわゆる放射線量については20ミリシーベルト以下については、いわゆる LNT モデルと言われてますけど、リニアノンシュレスホールド、敷地を設けずに確定論じゃなくて確率論をでするのが今の考え方とは言っても、まあ、有力な説というのはそういう健康影響は他の影響に隠れてしまう程度だと言われていますが、そういう一定の数字を設けるということはできないというのが聞いていただいた結果なんです。そういうことはとは言ってもこの法律で、すいません発言中なんで、すいません聞いてください、後で聞きますので、そういう意味では、割と、じゃあとは言っても、対象をどうやって特定するのだというのを、ね、議論を出しました。その中で、今言われた健康不安を測る一つの指標、まあ、いろんなデータあるかもしれませんが、総務省のデータで、各地域からの避難者のデータと人口の比率も取りました。
その中で一定のところをやっぱり対象にしよう。しかしそれだけでまた分断をしても新たな議論を呼びますので、その地域的な一体性を踏まえて、いわゆる八条の支援対象地域については、あの中通り浜通りをしました。よってその占領というのは自主避難を抑えるには相当な理由がある相当な占領。難しいのはそもそも条文自身が一定の基準と占領で書いてますけれども、国の避難指示自身が実は放射線量だけじゃないんです。20ミリシーベルトと実は20キロの距離概念も入ってるんですね。そういうことも両方踏まえたようなことが読み込めるように相当な線量という書き方をしたのであって、やっぱ敷地ではないんじゃないでございます。合わせて今あの担当の、井上さんからの方からその専門家有識者に聞いていただいたその考え方について少し復元させていただきます。新チーム井上さんお願いします。有識者は誰か言ってください。内閣府の現職被災者生活支援チームで担当をやっております参事官の井上博夫と申します。私どもの支援チームはむしろ避難指示を出している区域の方々とずっと議論をさせていただいておりまして、今までこれも大変お叱りをいただいておりますけれども、避難指示区域の見直しという作業に取り組んでまいりました。全部で私自身は去年8月から着任したばかりなんですけれど、政府主管主催で200回ほどの説明会を行いながら、先ほどご指摘ありましたが、コミュニティをどういう形で分断しないで対応していくかという議論をしてきた経緯がございます。今申し上げた浜田副大臣からのご指摘でございますので、そういう説明の中で考えてきた占領でございますが、もう今までのご議論を聞いているとですね、私も愛したことのある方も何人もおられますし、おそらく追加的に私がご説明することもあまりないだろうと思います。ただ客観的にですね、そうです、初めてお会いする方の方が多分多いです。それで占領の世界で申し上げるとですね、聞き飽きたってお叱りを書いて受けるんですが、放射線量につきましては国際的な機関等の検証結果の中でですね、一応100ミリシーベルトを下回るのについては他の病院に隠れるほど影響がその大きくないということになっているというのは皆さんご案内の通りでございます。その上でですね、その上でなんですけれど、すいません、回答をしませんか、はい、ご質問お願いします。その上でですね、100ミリシーベルト以下の部分について一切のリスクがないというふうに言い切るのも危険があろうということで、皆さんもおっしゃっておられました敷地なし仮説というやつが国際的な防護の専門家集団の ICRP では活用されておりまして、年間100ミリシーベルトを超える値でがんによる死亡率が 0.5% 増えるという敷地を、データを置いてですね、できるだけ長期で、被爆占領を低下させていこうということが国際的な共通見解にはなっていると思います。それで先ほどチェルノブイリのお話もございました。私自身はチェルノブイリに行けていないので、偉そうなことを申し上げる立場にはございませんけれども、おっしゃる通りチェルノブイリでさまざまな子どもたち等のですね、健康影響が指摘されているというのは私もネットなんかで見ると多々拝見いたします。他方で一応事実の世界で申し上げると、そのアンスクエアとかですね、WHO といったような国際機関においては、チェルノブイリ原発事故との因果関係についてはですね、子どもの小児甲状腺がん以外についての疫学的な因果関係は確認されていないというのが今までの科学だと思います。もちろんこれいろんな議論がありまして、疫学ではわからないというご指摘も、そういうご指摘も例えば有識者私も募集いただいている方々の中にもあります。で、有識者の方々は募集者さん、そういうですね、占領につきましては順にお答えしますが、疫学の観点から考えていくと、100ミリと
というところがあって、それで ICRP のものの考え方で言うと緊急時被爆状況では20から100で、その後は現在被爆状況に向けて皆さんがおっしゃっておられるような1ミリシーベルトについては長期暮らしながらですね、それを目指して達成していくことが望まれるという形で成分については指摘されていると思います。それからご質問がありました。したがって100とか20とか1っていうのは今のような位置づけにおいて理解をされていると思いますし、そうした理解についてあまり大きな差があるとは僕は今日感じていないんですけれども、そういう放射線量の整理があるのは事実だと思います。でその上でですね、今ご指摘ありました有識者はどんな人と議論しているのかということについて、こういう名称をお出しすることは避けさせていただきますけれども、どうして出せないんですか。私どももですね、機会ある中でお話をしますけれど、学者の先生方だけじゃなくてですね、僕らの場合は現場の保健師さんとかお医者さんとか、あるいは自治体の職員の方々とか、それから皆さんおっしゃっておられる放射線防護の先生とか医学の方とか、いろんな方々と恒常的に意見交換をさせていただいております。で特定の先生方の意見に沿ってですね、我々の今までの避難指示区域の見直しといったようなことを進めてきたという経緯はございませんし、今回の子ども法の基本方針について私として判断ができたところはないんですけれど、校長さんにもお伝えしてきているのは、いろんなご意見がある中でですね、先ほど申し上げたような国際的な制御の考え方というのが現状までの整備にはなっているということをお伝えしてきているわけでございまして、その中でですね、一体誰の意見でそう言っているんだと言われてもなかなか答えられないんですが、そういうところが今の占領の整理だと思います。私の経歴をそれはすいません、私の経歴を申し上げるとですね、ありがとうございます。私は東京に生まれておりまして、ずっと東京で住んでおりまして、大学の東京です。すいません、不足発言ください。少しはちょっと今お帰りくださったんで整理して話しますけど、子ども被災者支援法の基本方針をまとめる作業と並行して原子力規制委員会等の原子力災害対策本部で放射線量に応じた防護措置の検討をしていただいています。ご存知の年内を目途にまとめる、この年内目途にまとめますと、それを待たずに基本方針をまとめるという作業をこちらに急がせていただきました。そこにおいては、今井上さん時間が中心となって、総勢で30名程度の団体や個人の方と意見交換をさせていただきました。どういう方が入っておられたか、個人名を明かさない前提で意見を聞いてますが、属性を話したいと思います。一つは、地元で活躍されている医師や保健師の方々、実際にこれ、いろんな福島の町や村や市で動かれる方々のご意見。二つ目には、自治体の方々、これはその役場の中でやっておられる方々のご意見。そして三つ目が一番多いですが、学者の方々です。学者の分野については、放射線防護の専門家や、医学の専門家、また、そういう方々のご意見を聞いていただいて、その中には、ICRP での委員をされている方々も入っています。そういう方の聞いていただいた結果が、今、データですけどございますので、個人名を分かせて、私の手元には個人名のリストがありますけれども、申し訳ございませんが、これは発表はあるんです。はい、続きまして、質問を受けたいと思います。では、前の団体の方、お願いします。私は、福島県郡山市に被災地を在住しておりました。現在は自主避難をして、静岡県一宮市に住んでおります、佐田と申します。前回の福島の説明会にも行かせていただきました。今まで聞いておりまして、前回、なかなかこう今日は二問一答みたいになっておりますけれども、今回、それでも二問一答でもしっかりと、1ゴールができているだけ、前回私と個人としてはストレスがたまらず、普通に聞いておりますけれども、その上で、お話しさせていただきます。
まず私、実は8月22日に、この子ども被災者支援法が1、2年経っても、動かないことに対して国を提訴させていただいた19名の一人になります。一日も早くこの子ども被災者支援法が、実のある形で、ということを、望んで、提訴いたしました。ただ現実的に今私自身が感じていることとしては、このような形で、スピードアップされたことに対しては大変遺憾に思っております。私としては身のある形というところが抜けてしまっているということを個人的には思っております。先ほど、特に僕が言いたいことだけたくさんあるんですけど、今書きながら、まとめました。先ほど40数回の、説明会等を、市民団体がやったものでやっておるという話を聞きましたけど、私も1年2ヶ月前からずっと数えて正確には覚えてないんですけど、少なくても10回は自分も参加したなということを今数えておりました。でその中で私もそうですけれども、市民団体が常に言ってきたことは、説明会、被災者に対しての説明会、公聴会を、対話の場所を開いてほしいということをずっと言ってまいりました。それに対してその場ではそのことに対しては一切答えがいただけなかったというのが僕自身が出た説明会での結果でした。それがこのような形で逆にその40回が説明会だと言われることに対しては非常に不可解であって、おそらくそれを開いた市民団体の方も何か、逆手に取られたような気持ちがあるんではないかと思います。私自身も非常に驚きを隠せなく思っております。で先ほどそのことに対してパブリックコメントがその、被災者からの声を聞く手段だというお話を伺いました。ただですね、私が少なくても自分もそうですけど関わっている仲間からするとパブリックコメントというものに対しては全く、自分たちは震災前は全く慣れていない制度があって今もよくわからないと、これでこの話を済まされてしまうのは何か心がつながらないまま、キャッチボールのないまま終わらさせてしまわれるような気になるということを多くの方が言っていられます。これは結果として僕もそうですけれども、先ほど被災者が被災者を助けながら進んでいくというお話がありましたけれども、私どもからするとこの形は結論として国に見捨てられるということなのかということを今思っております。私は改めてお願いすることとしましては、質問というのはお願いですけれども、もう一度、公聴会、説明会というのを開いてほしいと。で、これは僕はパブリックコメントをやったらば、その後に私どもとキャッチボールする場所のが必要だということで、その後にちゃんと説明会、公聴会、こういうパブリックコメントが上がってきたと、それに対して私たち被害者、被災者はどう思うかと、こういった形のことが成り立ってこそ初めての被災者とのキャッチボール、心の通ずることだと思っておりますので、ぜひそのような形をとっていただきたいということをお願いいたします。以上です。先ほど、水田さんの質問でもありました、説明会見、では、お願いします。私、45回といったら別にその、意見を受けたまま、すべては説明会ではありません。おっしゃる通りです。参加させていただいて皆さんのご意見を伺うということで、全てが復興省の考えが今のようにでまとまったわけではありませんので、お伺いしたという場でございます。それと参考させていただけると。でしかも、我々としてもこの前の福島でも参加いただきましたように、今日はその場で出た質問についても最初にお答えさせていただくと、なるべく我々としては議論が噛み合うように努力しているつもりでありますが、まだまだ至っていないかもしれません。引き続き努力するつもりでございますけれども、一点先ほど答えてないじゃないかと言われたんで、すみません、1ミリシーベルトの話をさせていただいてよろしいですか。皆様、1ミリシーベルトなんで法定じゃないかという話がございます。法令上確かに、例えば原子力施設のような放射線が使用している、する施設においては、外側での一般公衆が被爆する放射線量については1ミリシーベルトを超えないように管理するというのは決まっている事実です。これで決まっています。しかしこれは ICRP という国際的な機関の勧告によりまして、平常時においては人の被爆線量を自然環境における
いわゆる選挙を同程度に数字に抑えるということの観点から、いわゆるそういう施設に対して、これくらい厳格に管理をしろという目安でありまして、決して健康の観点から、先ほど言われましたように、決められた水準ではないと、それが国内的な考え方であります。すみません、答えしますので、ちょっと聞いてください。そういうことですから、すみません、答えする間は、続行ができませんので、すみません、円滑な答えを聞いてください。そういう、すみません、すみません、答えする間に、規則発言されると、私も十分にお答えできませんの で今回についてはそういう意味でそのあくまで健康という観点については120という数字についてその健康影響の観点からそれ以下の数字について決められた数字ではありませんのでそれをもって健康にどうこうということを使わなかったという話がありますからそのあくまで防護基準の数字があるからこれを使わなきゃいけないというものではないというのをご理解いただきたいと思います。はい、では続きまして、前のメガネの方、その奥の男性の方ですね。右側、茶色のシャツの方です。埼玉県のホットスポット、三郷市からいただきました。まず最初に申し上げたいのは、さっき言われていますが、2011年の9月に私の3歳の孫は尿から死亡しています。で、昨年も、夏が測りましたら、セシウムが出ています。先ほど言いましたが、この企画の中でなぜセシウムの話をしたかというのは、尿検査なんですけど、今年で5歳になりますけど、来月やろうかなと思っている3件の。まず一つこれは質問は、さっき1-2-1-CU の業務とか、あるんですが、この先ほどの紙になりますと、福島県の外部被曝の状況の把握という言葉を書かれていますけど、先ほどの副大臣が言いましたように、甲状腺検査の話を含めて、これ、それって外部被曝の問題なんですよね。なぜ外部被曝の状況を把握しながらと言いながら、一生懸命先ほど甲状腺がんの話を、甲状腺医療の話をされていまして、非常に今のこの、特に8条のところに関わることも13条のところに入っている。非常に政府側、特に私も水野さん時間と3回お話しさせたこと、させていただいたこともありますし、環境省の山口さんと話したことがあるんですけど、非常に政府側、行政側頑張っているんですけど、内部被曝と外部被曝に対する混乱があるということに対して、もう少し勉強していただきたくて、さっきの ICRP の87カ国を、別に健康管理の話じゃなくて、日常生活の話ちゃんと書いてありますよ。ちゃんと含めて勉強してない。87年のパブリッシュをちょっと貼って、番号がありましたけど、ですからその内部被曝の、かつ ICRP の先ほど言いました1ミリシーベルトというのは、健康管理の問題です、日常生活の。それも内部被曝と外部被曝を合わせて1ミリシーベルトというのを定義しているんです。ガンマ線だけの、普通の外部被曝だけの1ミリシーベルトはありません。ホールボディカウンターだけの外部被曝だけの1ミリシーベルトはありません。そこに対して、先ほど言いましたように、1ミリシーベルトというのは、先ほども言いましたように、最低限我々が日常生活の中に登らなきゃいけない我慢値なんです。さっき LNT、リニアルノンプレッシュフォールド、指定値がないんです。安全値じゃないんです。基準値じゃないんです。我々が最低日常生活の中で、特に低線状の確率性の高い爆発性障害、大体なくて分からないから、まず1ミリシーベルト、私の孫を保育園にいます。3歳の時に、セシウム130出ました。2万円です。孫2人だったら4万円です。おしっこかかる。という、そういう状況に含めまして、内部被曝の問題と外部被曝の問題含めて、私の孫の問題も含めて、そういう深刻な状況に、今、ここで実は茨城、ホットスポット、千葉、埼玉、ホットスポット、これ全部1ミリシーベルトの汚染状況、重点調査地域の特措法対象地域なんですよ。ですから、38市町村とか準指定地域ではなくて、平等にその辺の問題を検討していただきたいと思います。で最後に、先ほどの松尾の方が言ってましたけど、公聴会説明会、埼玉、栃木、千葉、茨城含めまして、先ほども京都も出てましたけど、きちんと先ほど言いましたように、他国面終わった後に、ぜひ公聴会やっていただきたい。それに対して、宮内庁のご見解をいただきたいと思います。2点、内部被曝と使えるように、ご参加になります。
いじめで締めた時には適用してほしい。これに対して一番の答え、いわゆる校長会説明会を田野君が23歳で終わったってやってほしい。以上です。今おっしゃったように内部委員会と外務が両方検討する必要だと思ってますが、甲状腺と言いましたが、甲状腺が委員会のご存じのように要素ですから、要素は半減期が短いので、で、これについては十分コントロールができておられなかったのは事実です、食品検査で。ところが、その後の日本の食品検査体制も十分整ってきて、要素については半減期でほとんど使えなくなってしまいましたので、今はその、要素以外の影響の方の内部委員会になっているということだと思います。ただ、最初の段階が本当にされてなかったので、まず甲状腺については、これ、内部学が一番重要な問題なんで、全県民やろう、子供たちがやろうと考えております。そうです。で、2番目に、チンミシールドについては、今言いましたのは、現職施設側からの防護の考え方がそうだというわけであって、1ミリまで日常生活については、それを目指そうというのはあります。それは認めています。でもそれは、1ミリでこういう健康影響が具体的にあるからということではなくて、なぜ目指そうという話であります。ここ幅を置いた数字だというのを理解をしています。3点目のご意見でございました。いわゆる校長会、校長会という言葉は法律ではないんですね。いわゆるこういう意見をやり取りしましょうということなので、これについては、我々としては努力をしているつもりです。で、パブコメだけは確かに一つの方法では、パブコメは一つの方法ですけども、これだけでもではないとは思っておりますので、具体的に今日はこれだけやっておりますから、私としては、なるべく意見は反映するつもりですけれども、いろんな皆様のご意見の出方のことも踏まえながら、今後考えるというふうにさせていただきたいと思います。はい、では次、こちらの青いシャツのメガネの方、あ、そうそうそう、はい、そうですね。東京都の理由がでございます。まず2点ほどお話したいんですけれども、一つは今回のこの法の趣旨というのは、まずですね、健康に対する影響が十分に解明されていないというところを一つ前提してますね。そうした中で、第二条でもって、帰還するかそこに住むか、あるいはその移動するかと、これは自らの意思でもって、被災された方が判断すると言ってる、それを趣旨として、そういった人たちの不安を早期に解消しましょうというのがこの目的です。調査しました 90% の人が心配してるから、じゃあお前たちのとこしてあげるようじゃなくて、被災者が今どのようにしたいのかということに対する不安の解消ということですから、そういったところの考え違いをしてほしくないというのが第一点、そういった意味で、今言ったらいろんな考えある中で、1ミリで健康にやるとは言ってませんよって、そういう話ではなくて、1ミリ以上の地域にいて不安を感じてるんです。被災者がそういう立場にあるから移動したいという。そこにどう支援するかというのが、この方の趣旨ではないでしょう。そのことについてどうぞ、ね。あと2点目、副大臣は、国連人権委員会、グローバーさんの勧告というのを読んでおられますか。知らない。それはないでしょう。まあ、後でゆっくりまた見てください。その中に、ね、勧告として書いてあることが、いわゆる被災者支援法については、住民の意見を十分反映することというのが書いてあります。これともう一点、要するに放射線量ですよね。これについては国際的な知見、リスク・ベネフィット・アナリシスの考えではなくて、人権の大基礎としてですね、1ミリ以下にすることと書いてあるわけです。こういった国連がの特別報告書が来てですよ、調べて、勧告をして、それが副大臣が知らないと、私は信じられない。そんなことでこんな法律を作れるわけがない。直してほしい。はい、ありがとうございます。では、すいません、復興庁も組織ですから、私が全部情報を見るわけにはいきません。組織として担当者が見てますし、実は対応しておりますので、それと、うちに私は支援対象地域だけが一定の基準じゃなくて、被災者や13条もありますので、その1ミリシーベルトで不安を感じている方々について何も支援をしないと言っているわけではないというのは冒頭も言っています。それと支援対象地域の議論とは違うんじゃないですかと言っているのもあって、そこについて総額は考えているということです。すみません、会場中なので、不安解消について校長から
復興庁といたしましては、今回は幅広く支援をしなければいけない、支援が必要な人の手に必要な政策が届くようにしたい、そのように考えております。それで、支援対象地域を中通り、浜通り、でそれにとどまらず、必要な支援が届くように、準支援対象地域というものを今回設定いたしました。また、不安の解消については、リスクコミュニケーションということもやっております。そこは我々復興庁のみならず民間で活動してリスクコミュニケーションをやっておられる方がいらっしゃいます。今回復興庁といたしましてはとにかく必要な支援が届くようにということで、1ミリシーベルトということを特定の線量にこだわらずに相当の線量ということで、幅の持った確率的ではない線量を取って、支援対象地域というものを決めさせていただいたところでございます。はい、ちょっとお願いがあるんですが、今この1ミリシーベルトの支援対象地域の議論を続けているんですけれども、この今回の基本方針はその部分だけでなくていろんな施策メニューの、メニューを並べているわけです。でこれの策について今回関係省庁いろいろ来ていただいておりますので、施策のメニューの話を少し聞いていただいて、それでまた時間が余ればやりますけど、そこについてのまずご質問を少しやっていただけないでしょうか。それではですね、まずはその施策、個別施策のことについてにちょっと特化させて、ご質問をさせていただきたいと思います。そしたらば、被災の女性の方、どうしようか。あ、その方、そうそう、はい。ありがとうございます。私が、福島大学に息子が在籍しております首藤と申します。よろしくお願いいたします。まず、校長会の話がずっと出ていますが、その前に周知を徹底していただきたいということがあります。こういう支援法を今作っていますという周知を本当に情報が得られていない方がいらっしゃると思います。それもそちらの義務ではないかと思うんですね、支援法という限りなので、まずそれを徹底していただきたいなと思います。なぜかというと、ジェネレーションによっても私地域のことを皆さんにおっしゃっていただきましたが、私になりたいのはジェネレーションのことで、今18歳以下というところで区切られていますけれども、大学生はその時に1歳、2歳、3歳違いで今全く健康 の、 支援も受けて、医療支援受けていません。これから先もそうなってしまうと思います、このままでは。で、もう目前に子供を産み育てるということが待っている世代です。さっきのアナンド・グローバーさんの提言の中に、妊娠の可能性のある女性っていうのが入っているんですね。で、それはまあ男性も一緒だと思うので、その子供を産み育てる世代に対して、なぜ何の対策ことは言いませんけれども、子供を18歳で切ってしまって、その人たちは今もお金を払って検査を受けなければいけないんですね。その辺をどうしてもお考えいただきたく、でまた今ここに20歳、20歳代の方はどのくらいいらっしゃいますかね。でも少ないですよね。こういう中でこういう法律を作っていらっしゃるということをもう実感していただきたいです。もうそれだけは本当に関心がないというふうに思ってしまわれないで、関心をちゃんと高めて、意識を高めて意見を聞くのがそちらの義務ではないかと思います。どうぞよろしくお願いします。確かに福島県でやっている健康調査について対象をどうするか考えたいと思います。今言われたように、昨日おとといの会合でもこういう話を聞きました。福島に里帰り出産をされて帰ってこられて、その方は住民票が福島にないですと、対象になってないですと話もいただいたし、あるお兄さんが福島におられて、今は住民票がなくて、この健康管理調査を受けられてないという話もお聞きしました。それについて、今後、環境省とも今回、近隣県の外国企画とか、そういうのを広げていただく中で、どういうことが可能なのか、ご意見として、承りたいと思います。よろしくお願いします。はい、で続きまして質問の方を受けたいと思います。個別施策に今回は限られている点ですが、それでもよろしいでしょうか。はい、ではそちらの、
綺麗なシャツを着られている方、失礼しました。東京におりますが、先ほど環境省の方が、近接権に関してはそちらの県の方の検討会議が、健康調査について必要ないというふうにそういうふうな、回答を出したからやっていないというふうにおっしゃってましたけれども、で今副大臣の副大臣の方から振られてもお返事なかったようですけれども、私も何回かその院内集会等で出席したときに、茨城だとか千葉、それから埼玉の自治体からは、やっぱり住民、お母さんたちの健康調査やってほしいという声がたくさん上がっているので、そういう意見は出てますよっていうふうに言われております。そういう声を無視している。そして被災者の方たちの私も大田区に住んでますけれども、自主避難している方いらっしゃいます。でたまたまその方はお連れ合いが転勤してこちらに来れたからすぐ避難できましたと。でもまた会社本社は向こうだから戻らなくちゃいけない。でもやっぱり子どもたちのこと不安だからこちらにいたい。でもそしたら仕事辞めなきゃならないし、新規の借り上げはもう福島の方で打ち切っているから自分たちの住居も保証されなくなるっていうふうにおっしゃってるんですよね。そうやって今からだってやっぱりいっぱい当事者たちの思い必要性はたくさんあるんです。でもそういう声ちっとも45回のでこれだけのこと決めましたって副大臣はおっしゃいましたけれども、被災者当事者たちの納得できる必要だってされるものがちっとも入ってないじゃないですか。今までやったことの寄せ集めでこれだけやりましたっていうのはやめてください。新しい施策、これからもやっぱりずっと健康問題はこれからもずっと長く続くんです。生活していかなくちゃいけないんです。被災者はそういう支援をちゃんとやってください。お願いします。はい、ありがとうございます。まず健康管理庁については環境省さんお願いします。すみません、環境省です。おっしゃられる通り、そういったご要望があることは承知しております。で、先ほど申し上げましたのに、先ほど申し上げたのに関してはこれまでの事実関係なんですけれども、今回基本方針の案を策定させていただくにあたりまして、先ほど申し上げましたが近隣県、福島県含めまして近隣県につきましては新たに有識者会議を開催し、地方の健康管理の現状や課題を把握した上で今後の支援のあり方、どういうふうなものが必要かということを改めて検討させていただくというように方針を定めさせていただいております。これに基づいて今後検討をしていきたいというふうに考えております。現時点でちょっと申し訳ないと、具体的な政策が申し訳なくて申し訳ないですが、今後検討を進めていくこととしております。基本方針の関係で新しい策についてということで、環境省からお話がありましたように、一応近隣県も門戸を開き始めますんで、復興庁もしっかり責任を持って、今できるようにご関心について受けたまりましたので進めたいと思っています。また今ご意見の中で、目新しくもないじゃないかとおっしゃいますけど、一応今この健康の被爆制御の調査について文句が広がったり、自然体験活動を広げたり、それについてもはっきり言いますけど福島県は反対をしました。福島が安全じゃないというのかと言われましたけども、結局福島県の健康管理基金ではこの基金ではこの自然体験活動はできませんでした。よってわざわざ文部科学省に予算を新たに要求していただく手段を取って県外に移動教室や自然体験活動ということも門戸を開けました。で今特に強いご意見は私も言って伝わっているのはこの借り上げ住宅の新規募集の話ですね。これについては今回では合意が取れませんでしたけれども、引き続き意見は聞いてますので、これ少し預からせていただいて引き続き検討のやり方をではですね、今まで質問を させていただいた方とだけ特定して挙手を、そちらの今のポロシャツの方がお願いします。神奈川から来ました青木と申します。1時間以上話をしてきてですね、かなり煮詰まってきてるんじゃないかと私は思います。
それは今前に座っている方々がですね、この子ども被災者支援法の趣旨をきちんと理解してそれを積極的に進めようとしているのか、それともそうでなくて今ある施策を継ぎはぎを集めてですね、なるだけ新たなことはやらないようにしたいという、そういう立場ではないか、そういうことをみんな感じてるんですよ。で、一つ例言います。先ほど支援対象地域についてですね、自主避難者の数で決めたとおっしゃいました。でもこれ、この法律とはね、ずいぶんね、違うことになってると思いますよ。この法律では一定の放射線量以上の地域について避難するか、帰還するか、あるいは住み続けるか、そういうことを個人が判断できる、そういうことを認めたわけですよ。そして国は責務としてそれを支援しなければならないということを決めたわけですよ。で、実際にやっぱり経済的な事情で避難したいんだけど避難できない、そういう方いっぱいいらっしゃいますよ。で、それを国の責務としてきちんと実現するにはどうしたらいいか、それは避難者、自主避難者が何人いるからではないんですよ。実際に避難できなくて家庭で不安になって離婚せざるを得ない、そういうようなことも起こってるんです。それをきちんと国として責務としてヒアリングをして公聴会をやってそれで決める、そういうことが今さっきから何人もの人が聞いてるのに答えてないじゃないですか。だからこれはこういう形で出てきた基本方針っていうのはね、全然ボタンがかけ違ってるんです。もう一度撤回して考え直してください。公聴会をやるべきです。あと、もう一つ質問いただきましょうか。じゃあ、後ろの青い真ん中に言われた、今の、そこの黄色い後ろの前の方ですね。はい、東京に暮らしています、飯原と言います。もう散々出てる話ですけれども、先ほど副大臣はですね、公聴会について努力はしていると言いました。だけど、一切努力してないじゃないですか。今日の場だって、わずか2時間だし、こんな不便な場所だし、午前中にやるっていう、一体どれだけの人が来れますか。働いてる人だっているんですよ。昼の部と夜の部と2回はやるべきだし、もう十分出てるよりもあらゆる地域で、きちんと国の姿勢を示して、公聴会やる、説明会やるっていうのが当たり前でしょ、行政として。それをね、手弁当で支援者や被災者が作った、用意した集会に出向いたことを持ってね、言い訳にするっていうのは行政として失格じゃないですか。副大臣、あなた給料いくらですか。お金がなくて苦しんでるね、自主避難者や避難者以外だってみんな生活厳しい中でやってるんですよ。それを自分らで交通費使って来てるんです、今日だって。そういう人たちの思いが分かりますか。あなたにここではっきりと説明会を各地で開くっていうことを約束してください。どうしてもできないならその理由を、正当な理由をここできちんと説明して、ここに来ている人の賛同を得る、それを条件にしてください。必ず今日説明会をやるっていうことを約束して帰ってください。それが1点目です。それから最初に大臣、あなたはこの基本方針案を撤回するつもりはないと言っていただけました。どうして意見も聞かないでそんなこと最初に言えるんですか。そういう姿勢だから信頼されないんですよ。福島でもここでも撤回してやり直せ、手続きはおかしいという声ばかりです。人々が求めているニーズに即していないならば、そんな方針案は失格なんですよ。撤回も含めて考え直すということをここでしっかりもう一回発言してください。これが責任者として当たり前の姿勢です。私たちが主権者なんですよ。そうだ、間違いないよ。しそれから具体的な要求だけ言っておきます。最後に、今まで復興庁はこの被災者支援法についての議事録を一切公開してない、全くの秘密会議で進めてきた。それが信頼を失っているんです。311前と同じじゃないですか、やり方が。少なくとも今までの会議についてのメモでも何でもいい、すべて
公開すること、それから今からこれからこの支援法についてやる議論については全て議事録も全部公開することをこの場で約束してください。それからパブリックコメントについて、もともと今日が締め切りで今日説明会するなんて論外でしょ。最初から10日延ばしたからいいなんて話じゃないです。どれだけの自主避難者や福島の人にこのことが伝わっているかあなた想像できますか。少なくとも国の予算で16万人の自主避難者や福島の人たちには郵送したらどうですか。お金がいくらかかるか、そんな予算国にあるでしょうが、今からでも郵送して必ず自主避難者や福島の人たちにきちんと届ける、そういう手続きを踏んでサブコメをやり直してください。これから最後です、最後です、最後です、終わります。大丈夫ですか。最後です。有識者会議を作られると言った、だけど名前を公開しないとか論外です。それから必ずどの有識者会議でも避難者や支援者の代表を必ず入れるようにしてください。はい、よろしくお願いします。具体的な要求も含めてきちんとできるかどうかここで答えてください。お願いします。はい、まずはサンストスリップルームで復興庁の方からいきますか。はい、まとめてお答えしますが、まず一つ一つ答えてください。具体的にできれば今は個別対策についてのご質問いただきたいということを狙いたいはずです。個別以前の根本すいません、答えてますので、すいません、答えてますので、もう時間がもう迫ってますので、すいません、座ってください、座ってください、座ってください。もう不足発言やめてください。まず議事録については、私の座長としてこの施策パッケージをまとめるための会議を5回開いています。これについては議事概要を公表しておりますので、情報公開でも請求してはありますので、お知らせ見てください。合わせて請求しなくても出すべきでしょう、当たり前でしょう、ホームページに。まあそれはすいません、すいません、そういうので秘密というわけではありません。あれは会議関係でやっておりますので、議事録出してないのは多いじゃないですか、取ってもいいですか。すいません、お願いします。もう時間が迫ってますから、時間延長すればいいだろうか。すいません、私はもう次の公務が入ってますので、まずは、すいません、決して私は被災者の立場に立ってないとはそういう気持ちはありません。なるべく皆様の意見を踏まえたいと思っていますので、今回のパブリックコメントも短いとおっしゃいましたが、確かに当初は2週間でした。これについて少し説明させていただきますけど、皆様にいわゆる法規制などで義務を課すものについては法律で30日間と決まっておりますが、今回の基本方針はそういうものじゃありませんので、かつ当初福島特別措置法の基本方針を含め復興庁の要求するものについては2週間でやってきた、つまり復興を早く進めようとでやってきました。しかしいろんな議員連盟の方々から伸ばすべきだという意見をいただきましたので、すぐ判断をして10日延長というのを発表させていただきました。ただこの復興基本方針、ここまでまとめの関係省庁の協議は本当に大変なんです。だから意見をいただいて全く修正するつもりなければいくらでも議論はできるんですが、いただいた意見をもっぺん書き直して、そして関係省庁ともっぺん協議をするという時間も見込まざるを得ません。そういうことからこういう10日延長と23日までとなっておりますので、この期間で意見いただきたいと思っております。あとについてもう少し時間が迫っておりますので、ぜひ個別施策での質問をもう少しお伺いください。お願いします。すみません、時間がですね、もう少し正式にスムーズにいきたいので、すみません、向こうの白い女性の方お願いします。教えてください。座ってください、座ってください、座ってください、座ってください。きちんと回答してくださいよ、みんなが言ってください。お座りください。校長会議の座ってください。すいません、座ってください。すいません、個別世代の質問を座ってください。個別世代の質問をしてください。質問者が普通におりますので、こんな質問であれば我々はもうこれ続けられませんので、もうお話しになりますので、もう少し個別世代についてのご意見を出してください。すいません、お願いします。稲葉さん、ご質問がないんであれば、
申し訳ございませんが、これで薄切らずはやません。何言ってんだよ。回答しなさい。回答をきちんとしてください。じゃあ指導員もせるのすみません。質問の回答ちゃんと取ってください。吉川さん、お座りください。お座りください。ないじゃないか。お答えしています。公聴会ができないのに説明してください。お座りください。説明させてください。閉会になりますけど、それでもよろしいならば説明してないじゃないか。お座りください。すいません、今までの質問を私もお聞きしたいんですけれども、せっかく機会いただいたので個別施策についてお聞きします。私は関東地方の千葉県内のホットスポットに居住しております。一人の母親です。それでこれまで一番この法律に期待していたのは、子どもの健康をどうやって守っていけるか、その支援をいただけるんじゃないかということです。で、今出ている基本方針案を見ますと、近隣県の健康管理に関しては有識者によるその支援の検討をするということしか書かれていないんですが、これは私たちが求めているものではありません。私たち母親はデータとして何パーセントの子供が病、何パーセントの子供しか病気にならないから大丈夫ということを証明してほしいわけではなくって、自分たちの子供一人一人が今元気なのか、これからも元気でいられるのかっていうことを確認することをずっと求めています。ですので、いろんな知識を持った頭のいい方がいくらこれまでのデータを駆使して被爆の影響では何パーセントしかリスクはありませんって言われても、それを言われることによって安心したいわけではなくて、自分たちの子供一人一人をきめ細やかに見てもらって、今は何も影響がない、そして1年後も見てもらって何も影響がない、そういうことを求めています。ですので有識者会議ということだけではなくて、一人一人の子供たちを見るということを一刻も早くやっていただきたい。何度もこういう要求を出してるんですが、40数回のヒアリングの中でも聞いてもらっていると思うんですけれども、それが反映されていないので非常にがっかりしております。ぜひ国としてはこうデータを作っていくことが大事なのかもしれないんですけれども、私たち母親としては子どもたち一人一人が元気でいることが一番大事ですので、そういう施策を早く取り入れてください。では日本政府に対して環境省さんお願いいたします。すみません、環境省です。すみません、貴重なご意見ありがとうございます。さまざまなご意見があることは承知しております。そのような、おっしゃられるような要望があることも承知しております。そういったものを含めまして、ここにすみません、ちょっと繰り返しになってしまうんですけれども、有識者会議を開催しまして、どういうふうな対応ができるのだろうかということを、改めて検討したいというふうに考えております。そろそろ時間が過ぎてるんですが、あと2、3質問。今の関係で少し付け加えさせていただきます。この基本方針の分厚い資料の10ページを見ていただきたいんですけど、もてもてありますか。先ほど金沢企画館から本陣2枚しか説明しませんでしたけれども、基本方針はこの分厚いこの12ページのものが我々が作りました原案でございます。このようにありまして、これについても検討を始めなきゃいけないだろうと。その時に、福島県の県民健康管理調査とか、福島県では18歳以下の医療無償化がなされていますので、そういうものを十分踏まえながら、今後のどういうことをお子さんの医療の支援について、検討を始めるということは書かせていただきましたので、この進め方については今いただいたご意見のご不安等もないようになるべく進めていきたいと思っております。それでは最後2、3、そしたらば今若い方、メガネかけて、その白いシャツを、黒いシャツに白いシャツをかぶっている方、そちら右手、右手。すいません、今のところに関してですけれども、
放射、要素被ばくの量に関して、要素被ばく量と甲状腺がんを発症する時期が関係しているということが分かっていて、今25、6年経った今でも30歳ぐらいになって甲状腺がんを発症している方がいるという結果が出ています。で、NHK の他の別の番組でですけれども、モニタリングポストに起こったデータから、放射性要素の拡散シミュレーションというものを流していましたけれど、それを見ると関東はもちろん東海地域まで及んでいますので、この支援対象地域を、東海地方まで拡大していただきたいと思います。それからもう1点ですけれども、放射線管理区域の設定基準についてですけれども、3ヶ月間に 1.3 ミリシーベルトを受ける区域に関しては放射線管理区域に設定するということになっています。で、その中では宿泊はもちろん飲食も禁止となっています。この放射線量を超える地域に関しては居住禁止にすべきだと思います。もう一つ、じゃあ、ご質問いただきましょうか。今まで質問を受けさせていただいてないかということで、時間側で、じゃあすみません、この眼鏡のかけてる、その二人で。はい、弁護士の福田と申します。冒頭で浜田副大臣からお話がありましたが、この基本方針ができるのが遅すぎるということで訴訟を提起させていただいた、弁護団の、メンバーであります。支援策についてということですので、ぜひ支援策についてお話しさせていただきたいと思います。3点ほど申し上げさせてください。1点ですが、その前ちょっと先ほどですね、千葉県からいらっしゃった方からの質問で、この今回の基本方針について今から避難をしたい方への支援、何があるんですかという質問に対して答えがなかったと思います。私の質問もそれに関連するものです。1点目ですが、法律の9条に、支援対象地域からの移動に関する支援という条項があります。これについて今回の行方指針には、高速道路の無料化の話しかありません。高速道路の無料化はすでに避難された方への支援です。これから移動しようという方への支援ではありません。なぜこの支援対象地域からの移動に関する支援ということについて一つの政策もないのかということをお伺いしたいと思います。2点目、住宅の支援について借り上げ住宅の新規適用の再開ことが先ほどから議論になっています。副大臣からですね、この件については持ち帰らせてほしいというご発言がありました。ぜひこの点、今からでも避難をしたいという方まだたくさんいらっしゃって、そういった方についてはこの点が本当に命綱です。昨年の12月に打ち切られた時、多くの方からなぜ終わっちゃったのかという話を聞きました。当然ぜひ再検討していただきたい。そしてこの法律はあくまで国の責任において国が行うべき施策を定めている、そういう法律です。1年2ヶ月経って出てきた答えが今から検討、一体今まで何を検討されてきたのか私はよく分かりませんし、一体これからどれだけ検討にかかるのか私たち多くの方が今不安に思っていると思います。この2つの有識者委員会の設置と、それから医療に関する、施策の検討にどれだけの時間がかかり、いつ、結論を、得るつもりなのか、これをぜひ今日ご回答いただきたいと思います。以上です。ありがとうございます。では、回答お願いします。今ご意見は承りました。特に県の
いいなんじゃないかというご批判もいただいたんですが、一応この基本方針作りにあたっては被災者の皆様だけじゃなくて自治体の意見も踏まえるという話になっておりますから、そういう話し合いの中を進めながらさらに議論を続けたいと思っています。またその医療等の検討については検討ということが遅いじゃないかというご批判も、まあ、重く受け止めました。ただどういう医療の支援をするのか、まあ、福島の子どもたちが今どういう形になっているかというと、あれは特に疾病を限定せずに帰って子どもが帰ってこられるという促進でやりたいと県の意向の中でやっているんですが、もし全国的に広げるとなるとどういう疾病までするどういう人にするのかってやっぱり全体に基づいて検討が必要になります。これについては福島県内の県民健康会議とか被爆選挙とかのデータに基づいて議論しなきゃいけないんで、現時点ではどのタイミングでどうかと申し訳ございません、答えられないのは現状です。ただ我々についてはそのつもりございませんので、提案者のお考えなども聞きながら進めますのでご理解いただきたいと思います。はい、予定の時間もオーバーして申し訳ございませんでした。司会の進行もあるかと思います。本日は説明会という形で意見をお伺いしたりするというわけですが、本日で答えできるのはお答えさせていただきましたけれども、それに関して現段階で答えしきれるということではございません。いただいた要望につきましては十分踏まえて今後の策定の中に反映をしたいと思っております。合わせてそれ以外のことについても正式にお願いします。これから回答しますのでお静かにお願いします。終わりませんよ。では一点だけちょっとその避難者の関係のことは答えてなかったかと思いますので、ちょっと答えします。これから避難されている方への支援の話ですけども、ちょっと網羅的には整理しておりませんが、2番目、このポンチェの方で言います、ポンチェというか、このカラーツリーの方で言いますと、右下の就労支援の関係、これはもちろん避難された先の場所で、まあ、山形、新潟あたりを念頭に置いているんですが、この地域でのハローワーク事業ですので、そういった方が避難されても、これから避難されても対象となります。あるいは NPO を、その左側ですが、民間活動団体を活用した被災者支援の拡充についても、これもちろんこれから批判された方も含まれます。それからです、まあ、どういう支援があるのかという、先ほど女性の方のあれがあったので、静粛でお願いします。回答中ですが。移動については、まあ、エリアが福島県の中通り、浜通り、それから丸森町に限られておりますけれども、そこから、まあ、避難された方を対象に、しております。それは違うって言ってない。それか。ですので、高速な話ということでしたが、それを答えて、他の施策ですけれども、例えばですね、いくつか言いますと、被災者の心のケア事業というのが入っています。そういったものはそうですし、これから移動する人のための支援策があります。ですから、これから避難された方が、その先に行かれて、自治体、あるいは国からそういう支援を受けられるというので、今、いくつか例を挙げたんです。住宅は、支援対象地域に住まわれていた方という前提ありますけれども、公営住宅の入居の円滑化というのは、これから行かれた方についても対象になります。現段階でお答えできることは、一通りお答えさせていただいたと思います。要望とご意見と賜りました。ありがとうございました。予定の時間も来ましたので、これで終了させていただきたいと思います。これには十分前で対応したいと思います。以上です。ありがとうございました。これにて、説明会終了です。どうもありがとうございました。すいません。
校紹介を。次はなんか答えないよ。母親が出すんですよ。出してください。電話を受け付けてください。大臣いらないから質問させて。他の方です。答えてください。これで終了しますので、速やかに答え状の方をお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。会場の方がですね、この後が上がりましてですね、会場の設定で入ってまいりまして、いろいろ残っておりますので、まだあの、この分は終わりにさせていただくので、お願いします。まだ質問が終わってない質問させてください。大臣はいらないから。大臣はいらないから質問させて。校長さんが今日の会議で、やじが止まらないんです。関東ネットっていう方が出てくると思うんですけど、埼玉県の団体で、はい、放射能から子どもを守ろう関東ネットと申します、はい、私たちのところはご存知のホットスポットでして、もう今まで復興庁さんに対して交渉をもう7回続けております。で、今日もですね、大変ここの不便なところで、私たち本当に何回も校長会やっていただきたい、千葉県に来てほしいということ、私は松戸市ですので来てほしいということを言ったんですけど、まあ、とうとうお返事いただけないまま今日になりました。私たちの地域で職員の被爆も含めて相当というさっき言葉がありましたけれども、ぜひ支援地域を対象にしていただきたいということで、健康調査だけを望んでいるわけではないんです。いろいろこの避難のことも含めて、さっきの話ですと避難するのはその対象地域になったところしか支援対策はどうもないようですので、移動のことについてはですね、もうぜひそれも考慮していただきたい。もう何人ももう何千人も私たちの力もいなくなってますので、ぜひこれを読んでいただきたいと思います。はい、意見書が入っておりますので、意見書主に3つあります。じゃあ読ませてください。で、10月4日も交渉をお願いしてありますので、3時間ですとか、ぜひ担当の方に出てきていただきたいと思います。10月4日にお願いしてます。